シューチャンンプリン出身カーティス・アクセルのリングネームで WWE に所属していた。祖父はアワなどで活躍したラリー・ヘニング。父はミスター・パーフェクトことカート・ヘニング。2007年3月、WWE のホール・オブ・フェームにて、父であるコカート・ヘニングの殿堂入りセレモニーに家族と共に出席。7月に祖父、 ラリーのタッグパートナーであったハーリーレースが主催する WLW にて本名名義でプロレスラーデビュー。10月にはスマックダウンにジョバーとして登場。スティーブ・フェンダーとタッグを組みジェシーフェスタスに敗れた。2008年 WWE とディテロップメント契約。参加団体である FCW にてデビュー。9月には セバスティン・スレーターとタッグチームを組んで、ギャビン・スピアーズニック・ネメスから FCW フロリダタッグチーム王座をダッシュした。タッグ王座陥落後は、ミラーとタッグを解消し、シングルに転向。11月に FCW フロリダヘビー級王座の保持者であったシェーマス・オショネシーとタイトルマッチを行うが敗戦。12月には 4A 形式でのタイトルマッチでもダッシュに、 失敗してしまった。2009年2月に保持者であるエリック・エスコバーとタイトルマッチを行って勝利し、王座を奪取。4月に重傷を負ってしまい、王座を返還することとなった。6月にリングに復帰しばらくトレーニングと前座での出場が続いたが、2010年1月にテッドデビアスの三卵であるブレッドデビアスとタッグチーム。 フォーチュネート・サンズを結成。ケイレン・クロフトトレント・バレッタから二度目となる FCW フロリダタッグチーム王座ーーをダッシュした。王座陥落後、3月にデビアスと仲間割れを起こし、タッグを解消して抗争4月に決着戦を行い勝利した。6月、NXT のシーズン2にルーキーとして参加。リングネームをマイケル・マクギリカティに変更し、 コフィキングストンをプロに迎え、準優勝を果たした。NXT シーズン2が終了してからは、FCW に戻り、7月に、同じ NXT シーズン2の卒業生であるカバルと、タッグを組んで、フニコエピコから3度目となる、FCW フロリダタッグチームオーダーをダッシュ。しかし、ヘニングがカバルを裏切ったため1日で、王座陥落となった。10月に、 WWE の PPV である、ヘルインアセルにて、ジョン・シナのネクサス入りか、ネクサス解散がかけられたウェード・バレット対シナ戦で、同じ NXT シーズン2の卒業生であるハスキー、ハリスと介入し、バレットの勝利に貢献、シナをネクサス入りさせた。以後、ハリスと共に、ネクサスのメンバー入りとなった。2011年2月28日の RAW にて、 ランディ・オートンにパントキックを決められ長期欠場となる。4月18日の RAW で、パンク VS、オートン戦に乱入し、オートンを袋叩きにして復帰。5月23日の RAW でデビッド、オタンガと共に、ケインビッグショー組を破って、WWE タッグ王座を獲得した。後に、ネクサスは消滅したが、オタンガとのタッグは継続。 しかし、8月22日の RAW で、コフィキングストーンエヴァン・ボーン組に敗れて王座から陥落した。さらにオタンガが、ジョン・ローリネーティスの参謀役となったためタッグを解消し、シングルに転向。スーパースターズで、アレックス・ライリーと抗争し、NXT では、タイソン・キッドと抗争。2012年5月、新生 NXT で引き続き出場。 NXT 王座の初代王者を決めるゴールドラッシュ、トーナメントでは準決勝まで進出。8月15日には、NXT 王者であるセスロリンズの初の防衛戦の相手を務め、ジョニー・カーティスとタッグを組んで、WWE タッグ王者であるチームヘルノーと対戦するが、いずれも敗戦している。また、 コロンカズンズに襲撃されそうになったボーダラスを助け、ベビーターンしたと思われたが、初代 NXT タッグ王座トーナメントの準決勝で敗戦。以降は再びヒールとして活動。2013年、IC 王者時代2013年5月20日の RAW にて、ポールヘイマンが有望なレスラーを売り込むポールヘイマンズ、ガの一人として、 カーティス・ワクセルのリングネームで登場。メインイベントにて、トリプル H と対戦するが、トリプル H が試合途中に突如体力を切らして、試合を続行することが不可能になったため、カウントアウト勝ちとなる。続く5月24日のスマックダウンでは、シンカラから勝利し、さらに30日の RAW では、ジョン・シナは相手に戦い、ライバックの奇襲に助けられてまたも、 カウントアウトガチした。6月10日、RAW にて、トリプル H と対戦するがゴングが鳴った直後に、ビンスマクマイホンが登場して、カーティスの勝利を宣告。トリプル H は怒って、レフェリーに再会させる、よう指示するが、またもビンスが介入して、試合は、不成立となった。また、同月7日、IC 王座に挑戦する予定であったファンダンゴが、 脳震盪を起こしたため欠場することと、その代理で出場することが発表された。そして6月16日の PPV、ペイバック2013の IC、王座争奪トリプルスレッド戦にて、王者のウェイドバレット、ザミズと試合を行い、バレットに4の、あざがためを仕掛けた水の意表をついて、バレットをカバーして勝利。IC 王座をダッシュした。以降、 i c 王座を守りつつ、CM パンクと構想する、ポールヘイマンから期待の逸材と称されて、ポールヘイマンズガイとして登場。ライバックとも共闘して、CM パンクと構想を繰り広げたが、最終的には敗れる。11月11日の RAW にて、ヘイマンを見限り、ライバックとのタッグチーム、ライバクセルを結成して活動。同月18日、 RAW にて、ビッグ、E ラングストンに破れ IC 王座を陥落。この一件により、ラングストンと IC 王座をめぐって交想するも、ダッシュすることができなかった。12月15日、TLC2013 のフェイタル4、ウェイタッグマッチにおける、WWE タッグ王座戦に、ライバックと組んで参加するもベルトをダッシュするに、至らなかった。2014年5月、 WWE タッグ王者チームの嘘図からノンタイトルマッチながらも勝利する活躍を見せるもベルトをダッシュするに至らず8月にライバックが負傷欠場したことによりタッグは自然解消すると同時に出場機会を失う10月にライバックが復帰した際にはスーパースターズにて友好関係は良好であったもののライバックがシングル戦線で活躍しているために タッグ復活とはならなかった。アクセル自身は引き続きスーパースターズを中心に出場。2015年1月8日、NXT にて、痛み秀夫と対戦するが敗戦。同月25日、ロイヤルランブル2015のロイヤルランブルマッチにて、入場時にエリック・ローアンに襲撃されてしまい出番のないまま試合を終える。しかし、 それを逆手にとって、未だ敗退していない。と主張をし続けるが敗戦を続け、後に、ハルク・ホーガンをオマージュした、アクセルマニアなるギミックへと変更。5月には、ランディ・サベージのオマージュギミックである、マッチョ・マンドへと変更した、ダミアン・サンドーとタッグチーム、メガパワーズを結成した。2016年1月4日、RAW にて、ヒース・スレーター VS。 ドルフ・ジグラーとの対戦の際に、スレーターのセコンドとして、アダム・ローズ、ボーダラスと共にソーシャルアウトキャストなるユニットを結成して登場。終盤に、ジグラーのスーパーキックを浴びて窮地に陥った、スレーターをサポートするためにローズとダラスで介入し、隙のできたジグラーに対して、スレーターが丸め込んで勝利。同月13日、 ユニットの結成経緯に関して4名全員が元王者であり、才能を持ち合わせているのに長期間まともな扱いを受けなかったという共通点があったとインタビューで答えた。2月21日、ファステレイン2016にて、アール・トゥルースと対戦。セコンドのスレーター、ローズ。 ウが介入するだけでなくリングの周囲を走り回るなど、試合の空気をおかしくする一方で、R ・トゥルースのサポートに、バックステージから駆けつけた、ゴールダストによりセコンドの3人が襲撃がされるが、ローズが、ゴールダストによりリング内へ放り込まれた際に、トゥルースの邪魔となり、背後を向いたところへ丸め込み勝利した。年月日、エクストリームルールズにて、 WWE ロータッグ王座を保持する、デリーターズ・オブ・ワールズにボーと組んで挑戦。序盤よりマットを捉えて、集中攻撃を続けるが、マットとタッチしたワイアットより攻められ、窮地に陥る。終盤に4人でもめ合っていたところに自身とワイアットが、場外に落ち、最後にボーがマットへ、ローリング・ザ・ダイスを決めて勝利。ベルトをダッシュした。2020年4月30日。 WWE との契約が解除された IC 王座2010年 FCW フロリダタッグ王者時代ありがとうございます